おはようって書いてた。こんばんは。こんばんは。今日公演楽しかったな。いつも楽しいけど、いつも以上に。なぜなら前髪が決まってたからかな。みちゅのキス、あ、みちゅのキスマークまだついてるかも。あ、消えてる？結構みちゅが序盤に私にキスマークつけたので、それさ消さずに置いてたんだけど、もう消えちゃってるわ。薄かった、ついてる、嘘。この辺どうかな。今夜は ネタみたいなね、メール送るね。可愛すぎてにやけちゃうって。平和の世界。よし、服メール取ってくれてる人、メール送ったよ。明日 CD 四国に買いに行くのは無理だよ。どういうこと、どういうこと。 CD 買うの当日でいいじゃん。イベント決まったから。いつだっけ。公演の日だよね。香川四国ツアーのメンバーが出たんですけど、そう、ごめんね、ちょっと私さ、みんな先に申し込んでくれてるよね。だってさ、例えばさ、何、その葵ちゃんのファンの人がさ、香川申し込んでたとしてさ、「え、葵ちゃん香川出ないんかーい」って感じだよね。そういうことが多分めっちゃ怒ってると思うんだよね。ごめんね、遅くなって。あ、予約先着なんだ。はは、11月21日に高松のタワレコで、イベントします。夕方。あ、本当だ。だけん、明日から配布か。明日から7枚目シングルを、その高松に参加しようと思ったら、高松で革買ってヘタレたちを、そしたらイベント参加券がもらえるのね。そしてその参加券を持って、その21日に行ったら、お話し会と全員とポスターがもらえるのね。大丈夫、大丈夫、絶対大丈夫でしょ。だってそんな、私だってコロナ禍だからもう来る人そんなにいないかもしれないし、コロナ禍じゃない時でも、そのユニット別のイベントでなんか配布券が足りなくなったとか聞いたことないけど、
聞いたことないよ。先のとかいたとしても聞いたことないよ。大丈夫だよ。大丈夫だよってなかったらごめんね。でもさすがにあると思う。香川だし。そこ東京とかだったらわかんないけど、香川だしあるっしょ。え、ないかな。一人何枚前とか決まってるのかどうか知らないけど、大丈夫だと思うよ。まあ行ける人は一応言っといた方がいいと思うけど。え、電話予約じゃダメなの？名古屋に帰れるかな。え、帰れる帰れる、絶対帰れる。だって4時から始まってライブとかはないから、多分だってライブして公演した後にイベントだから、ライブは多分ないよね。あるのかな。でもお話し会だけじゃない。あ、取り置きしないんだ。あ、そうなんだ。ごめんごめん。4時でしょ。2時間も見とけばいいんじゃない。わかんないけど大丈夫だよ。車です。わ、それはわかんないね。香川だったら大丈夫じゃない。その高知とかだと結構厳しいかもしれないけど、徳島香川ぐらいだったらいければ。徳島イベントないけどね。徳島でもイベントしたかったな。まひちゃんとか地元でイベントしたかっただろうな。なんで徳島ないんだろう。徳島のファンの人、徳島ないんかーいってなってるよね。車で5時間、いける、いけるいける、余裕です。次の仕事でも帰れる。大丈夫だ。来てください、ぜひ。そう、愛媛高知は両方あるんだよね、イベントが。多分、うん、あ、うん、あるあるある。愛媛、うん、愛媛あるね。当日券あるかな、わかんない、わかんない。自分らのがどれぐらいその売る力があるのかわかんないから、わかんないけど、なかったらごめん。だからなかった福ちゃんがあるって言ったのに、ないじゃねえかとか言われても私は知りません。知らないけど、そうだけど、まあ大丈夫だとは思うけどね。何つけてるの。つけてない、今日は魔法使ってないだけ。いや、わかんないよ。めちゃくちゃ、めちゃくちゃなんだろうな。わかんないよ。もう、空花のファンの人とかさ、空花と直接お話とかできるの多分さ、すごい限られた機会だから、多分無理して来てくれる人多いと思うんだけど、そういう方とかが、その CD をタワレコさんで買い占めちゃったら、参加権ないかもしれないけど、まあでもそんなことはないと思うけどね、さすがに。だから高知とかだと、ももちゃんのファンの方が、もう高知ももちゃんだーみたいな感じで、もう高知県民全員ももちゃんのために来る可能性あるじゃないですか。もう高知のスターだから、きっと。したらわかんないですよ。だからわかんない、何があるかわかんないけど、心配だったら香川着ときな、一回それまでに。で、買っといた方がいいかもね。香川いいとこだよ。あの旅行ついでに CD 屋さん来たらいいよ。うどん美味しいし。まあね、東北とかの人はあれだけど、まあちょっと保証はできませんけど、ぜひ来てください。うん、香川町並み綺麗。香川めっちゃいいとこ、おすすめです。普通に
高松空港はめちゃくちゃ遠いです。高松空港めっちゃ遠い、1時間ぐらいかかる、街中に出るまで。めっちゃ遠いですよ。だから結構余裕を持っといた方がいいかもしれない、空港使う人は。当日券っていうのはイベントの当日券だよね。そう、ライブは当日券ないんじゃないかな。スキップで1時間、スキップだったら半日ぐらいかかりそう。広島空港と同じ感じ。あー、ちくそうなのかな、調べよう。待って、高松空港、高松空港から、高松空港から何、まあ、河原町駅でいいか、河原町駅車で24分、スムーズに行って、電車だったら、あ、バスだったら40分、スムーズに行って40分。だからやっぱ1時間ぐらい見といた方がいいね。うん、車で30分、バスで40分だって。めっちゃ遠い、歩いたら3時間、3時間歩くガッツある。結構遠いかもしんない。わ、ショールームしますっていうメール今届いちゃった。ごめんね、結構遠い。でも広島空港に比べたら近いよ。広島空港は、広島空港は1時間ちょいかかるからね、バスでも。高松駅から高松イオンまで歩いた、まあ歩けるは歩けるか、うん、歩ける歩ける、そこは歩けるけど、まあガッツはあるねそれは。でも駅まで来ちゃえば、高松のあの欅広場は秒で着くんで、マジで近いんで。高松って愛媛？いや、愛媛は松山、高松は香川。わかんないよね、住んでないと。わかるわかる、そう、わかんないわかんない。ハロウィンの日は何かするの？ハロウィン、由美子の生誕祭でしょ。だから公演してるかな、普通に。次の公演ハロウィンか。なんか最近毎週公演あっていい感じ。今までなんかね、めっちゃ少なと思ったけど、毎週ある。あ、でも違う、今週、あ、毎週あるね、ギリギリ。伝説のゲリラライブやった場所です。それな、伝説のゲリラライブもう一回したいな。できないかな。高松にスタバある？あるある、駅にあるし、高松駅にもあるし、そのタワレコ、高松のタワレコさんの近くにもあるよ。だから時間潰す場所は結構ある。高松おすすめ。え、高松ほんまにおすすめよ、めちゃくちゃいいよ、楽しいよ。
ぜひ来てほしいです。いやでもなんかあのね、そのメンバー発表前にチケット売るのあれ何ごめんと思ってたけど、あの今回ピアなんで、なんだろう、あれ、あの帰れますんで皆さん怒らないでください。怒らないでください。ピアのね、ピア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 の、あ、これこれピアの、うん、あれさっき調べたんだけどページが、あ、これこれ抽選申し込みの方法を確認するっていうやつね、買われるので皆さん怒らないで、なんなら取り消しもできるんですけど、まあ取り消しはしてほしくないですけど取り消しはしないでほしいけど、でも一番嫌なのはなんか申し込んで、おしめいないなら申し込んだけど行かないわ四国遠いしって言って空席になるのが嫌なの。だからその来れるとこに来てほしいな。だけど四国メンバーみんな可愛いし、何気合入ってるし楽しいこと間違いないので、なんかどこの公園に来ても絶対に四国最高ってなるので安心してください。だからといってこの日絶対無理って日に申し込む必要はないけどね。そう、空席は嫌だ。そうだね、だから高松朝公演と昼公演あるから両方来るとかもできるのかな。メンバー発表されたの？された。オールスタンディングです。あ、まひちゃんのファンの人は、まひちゃんは全公演出るのでご安心ください。福ちゃんに会いたいよ、会いに来て。そうよ、まひちゃんが頑張ってくれる。福ちゃん愛媛来ないのね。そうだから香川か徳島に会いに来てください。愛媛めちゃくちゃ行きたかったんだけどね。福ちゃん桃と出れんやん。え、そうなの。そう、桃高知愛媛桃は。なんかね、私のイメージ的にメンバー発表された時に思ったのが、なんかこっちの愛媛じゃない、香川高松チームはね、オキポ、私、クーカ、マヒ、ミホリン、アンピ、なんかチームお姉さんって感じじゃない？そう、まあでも四国そもそもお姉さんばっかか。そう、なんかみんななんか全体的にお姉さんだなって感じ。大人 STU かな、大人 STU って感じがしない？あ、マイキューもお姉さん、ユキリカもお姉さん、
って考えたら、まあ、お姉さんばっかなんだけどね、四国はみんなお姉さん、ももちゃんもお姉さんなんだよな実は。あ、もうお姉さんばっかだ。いや、リンコもお姉さんなんよ実は。え、高校生でしょだって高校生だもんのみんな。ダメだよ、高校生は大人扱いしなきゃダメだよみんな。大人びたい年頃だから、私も大人びたい年頃だから見送りあるのかな、どうなんだろうね、わかりません。え、リンコ高校卒業してるよ。あ、そうなんだ、めっちゃお姉さんじゃんCD イベは当日購入で参加難しそうだね。どうなんだろうねさ。え、なんかさ、そのリリーベ系って売り切れたことなくない？でも STU って今までにあるの？こういうの今まで何回かあったけど、売り切れたって話聞いたことないんだけど どうなんだろう。まあでも言って売り切れたらごめんだけど、大丈夫そうだよね。寒っ。売り切れたことあるんだ。あ、そうなんだ。当日に売り切れる。あー、なるほどね、なるほどなるほど。ギルバト5分から。ナンバー分かんないけど、心配だったら香川にあらかじめ来て買っといてください。ポスターもらえるし、お話はまあさ、お話し会あるからあれだけど、ポスターが限定だから、そのイベント限定、四国限定だから、そう、ポスターもらえるし。ポスターってどうやって持って帰るのみんな。え、ポスターとかもらったらさ、どうやって持って帰るんですか。生で渡されるのかな、筒みたいなもらえ、でも絶対もらえないよね、紙で渡されるよね多分。どうやって持って帰るの、ケースに入れるの、丸める、筒のケース。え、A4 の A3 とかなんかそういうの聞きたい。あ、ダイソーで買えばいいのか、確かにダイソーあるわ、100均あるわ、商店街に。確かに丸めてリュックから飛び出そう。私も欲しい、ポスターケース買ってこう。言ったらくれるだろうけど、絶対私の場合ボキバキバキになって広島に持って帰ることになるから。村上町ダイソーあるっけ、あるあるある。ポスターのサイズわかんない、どうなんだろうね。ワンチャンティッシュ配りしてほしい。無理だよ、コロナ禍だもん。コロナ禍じゃないか、もう今はコロナ禍じゃないけど、もう無理だよ。
オールスタンディングか。オールスタンディングって書いてたけど椅子あるのかな。オールスタって書いてて椅子あったりするけどね、どうなんだろうね。さすがに四国まで行けなくてごめんな。いや全然全然、来てほしいのは山々ですけど、四国まで来るのは本当に大変だと思います。北海道で公演やってほしい。北海道でライブってしたことないっけ、うちら。え、あるよ。お見送りしたいな。お見送りしたいですね。また来てください。あったあった。もうコロナになる超直前に行ったよね、ツアーで。さ、結局コロナになってさ、ツアー福岡とかは行けてないんだよね。結局行くみたいになってたんだけど、追加公演で。北海道楽しかったんだよな。ちょうど雪まつりみたいなのやってた、やってたのかあれは。とりあえずでも雪のオブジェみたいなのがあったな、いろいろ。お見送りしわしわビニール幕でしたね、それな。今日みちゅのファンの人かな、わかんない、誰のファンかわかんないけど、お見送りでこうやって一人一人確認しながら行って、最後まで行って結局あれいないっつって帰って行った人がいて、誰推しだったんだろうってなって、めっちゃ申し訳なかったけど、おもろかった。ちょっとごめん、申し訳ないけど、めっちゃちょっと面白くて、お前こうあれ、いやでも私らマスクしてるしビニールがあるし、こうやって確認しても分かんないかと思って、いないとかあると思って、なんかね、申し訳ないけど、それがめちゃくちゃ面白くてごめんってなりました。ほんまにあの人でもすごいなんかキョトンとしながら帰って行って、でもね、こうやって全員やってたから全員と絶対1回は顔見てるはずなの。だけどその上でも多分分かんなかった、こっちもマスクしててみたいな。いや申し訳ないけどちょっと受けてしまったの、申し訳ないけどね。いやびっくりしちゃった。でもなんかそういう悲しみをなくすためにもやっぱお見送り、綺麗なビニールの前でやんなきゃダメだね。難しい。あのビニールが、ビニールがね、越しにお見送りするんですけど、ビニールがめっちゃシワシワで、反射がすごくて見えないんですよ。多分、見えない人は。こっちは見えるんですけどね、めっちゃ。でも、公演中に絶対、お互い目合ってるから大丈夫。推しサイリウムは絶対に見つけれるから、公演中に。絶対公演中に目が合ってると思うんだけど、推しのメンバーと。アピールしてたらね。だけどやっぱお見送りで目合うのも大事ですよね。でも今日の公演もすごく楽しかったですよ。え、徳島一公演の悲しい。それな。え、めっちゃ悲しいよね、徳島。徳島も 2days やりたかった。
は好きなんだよね私。福島行きたかったな。お見送り屋はあかりも喋れんの、喋れやん、こっちも喋っちゃダメなの。関東来て、え、関東行きたい、行きたいけど四国公園で関東行ったらちょっと四国ツアーの意味わかんなくなっちゃうから、別の機会でまた。徳島、え、てか私のツアー3日で終わる、11月19、20、21で終わるんだけど悲しい。3日で終わる、ツアーとか言いつつただ3日間ライブするだけだ。全然ごめんね、全然なんか今週は来週はとかじゃないね、全然3日で終わるわ。じゃあ私の撮ってるツアーは19徳島でやって20、21高松でやって終了。そうそう、高松その前半組、高松徳島組は5公演だけど、愛媛組、愛媛高知組は9公演ぐらい大丈夫、死んじゃわない、大丈夫かな、体力心配だけど、きっとみんな若くてピチピチだから大丈夫なはず。1日3公演の日があってマジでエグいと思った。何がエグいって、メイクさんとかがかわいそう。徳島人気度ランキング上がってる、え、よかったじゃん。まひちゃん全部出る、だからまひちゃんの体力も心配だよね。まあでも毎週、毎日連続じゃないからね、日に日に分けてやるから多分。うん、ギリバターやりつつ、確かに徳島1公演で平日の4時半ってやばいね、試練だねそれは、えぐ、そんな早いんだろう、だから高松に移動しなきゃいけないのかな。にしてもだよね、別にうちら夜までライブやって夜中帰ればいいもんね。うーん、難しい、なんでなんだろう、確かに平日4時半ってやばいな。頑張ってください、半休にしてください。レンコン、カレンコン、はあ、でも愛媛コーチも、コーチのカツオ食べたかったな。私マネージャーとして帯同しようかな、みんなの、みんなの衣装とか運ぼうかなみんなの衣装を運んで、公演中に、公演中はみんなのドリンクをサポートしてみんなのドリンクサポートして、そうで、ホテルの安全確認してこたつあるよね、もう熱も入れてる、めっちゃカツオ食べたい。
え、マジで衣装は運び係するわ。そしたら衣装さんのね、衣装さん代かかんないよ。そしたら衣装さんにで頑張った。スチームアイロンかけてTシャツの無理かな。あ、物販で売ろう。売るわ。物販で売って自分の交通費稼ぐ。どう？いや、でも それはまあ妄想ですけどカツオ食べたい。カツオ食べたいわ。とりあえず高松、おやおやおや、とりあえずあの高松徳島待ってます。夕飯食べてない。めっちゃお腹空いてんの。ご飯食べたい。これ守備ついた方がいいのかな。昔物販やってた、やってた、売ってたよね。懐かしい。あ、四国遠い？遠いよね。いや、まあ大変だと思うよ。四国交通費で公園何回行けるのとか考えたらもう終わり。遠いと思う、正直。だけど、まあ、どの県、本当はね、全公園制覇する勢いで来てほしいけど、あ、とりあえず自分の地元香川県はすごくいいところだし、食べ物も美味しいし、交通の便はまあ四国の中ではいい方だから、ぜひ香川来てください。あ、ドラゴン出た。四国が本州に近づく予定ないのかな。いや、あったらいいけどね。ないのかな。お腹すいた。何食べる今日は。今日コンビニ行ったけど、公園の後何も買わずに帰ってきた。なんか小籠包は買おうと思ったけど198円高いなと思ってやめたんだよね。いや、マジで愛媛と広島結ぶ新幹線作ってほしい。それな。
あ、愛媛までバスあるの？尾道とかから乗るの？こたつにいます。あ、みんなの力で愛媛と広島なんかくっつけたりできませんか？無理？なんかみんなよくさ、僕に任せ、俺たちに任せてよみたいなマインドで来てくれて、すごいいつも頼りになるって思うんだけど、愛媛と広島くっつけるのは無理ねえ。無理？なあ、瀬戸内海なくなるのはダメだね。よし、ドラゴン出たぞ。土のうで、土のうで、てか昔本当によく愛媛の仕事行ってたな。仕事っていうかライブ。え、てか、え、なんかめちゃくちゃライブしてたよね、 STU って。幸せだったよな。なんかユニットでさ、当たり前のようにさ、県外でライブしてたよね、毎週のように。なんかもう今さ、この大げさにツアーとかやんないとできないけどさ、ユニットでのライブ、なんかさ、普通に今週は瀬戸セブンで、今週はチャートリで、今週は瀬戸マイクでみたいな感じでさ、なんか普通にさやってたよね、毎週のように公演で。なんか岡山とか高知とか愛媛とかめちゃくちゃやってたよね。幸せだったな。なんかあの時は駆け抜けてたけどさ、普通に、いや、ありがたいなと思ってたけど、改めて今思うとさ、なんかアイドル活動ちゃんとできてたなって感じ。よし、あと1回ドラゴン叩けばいけるぞ。今もアイドル活動できてるけど、なんか昔は本当にもっとすごいたくさんいろいろやってたなと思って。本当にコロナ早く終わってほしい。確かに、いつもどこかで。よっしゃ、ギリバト勝った。いやー、嬉しい。はあ、僕の方が前かな。はあ、うどん食べよう。寒い。上着着ようかな。ほう、ゴー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 。うどん食べよ。こたつしまうわけないじゃん。なんでだよ。こたつしまってないわ。あ、もうめっちゃ家綺麗。うわ、家綺麗。ちょっとうどん食べに行こう。よし、私の今年の目標を決めた。めちゃくちゃライブをしたいっていう意思を今伝えてるけど、もっと伝える。なぜならもうライブをしてもみんなチケット当たらないって言ってるから悲しい。
しかも生誕祭でしかライブしないから、生誕祭だとみんなさ、その推しの人が入れますようにって遠慮して申し込まない、優しいから。そうだから、あの松山キティホールをやりたい、あのもうあの現場だけの感じ。配信とかいろいろ考えるからお金かかるのかな、なんでなんだろう。だからあのもう現場だけで全てが集結するあの感じ超好きだったんだよね。いや配信もさ、あった方がいいけど、そんな毎回毎回大げさにしなくてもいいと思うんで、乗り軽めにできないのかな。やっぱでも人が多いから無理か。遠慮してない？これで遠慮しなくてもいいとは思うけど、遠慮する人もいるじゃん。いやーでも松山キティホールに行きたいな。松山キティホールの時のあのなんかもう今思えばよくこなしてたなみたいなスケジュール最高に楽しかったんだよね。かほちゃん、かほちゃんのあのそれでも好きだよ、もう一回見たいんだけど無理かな。めっちゃ可愛かったんだけどな。あとかほちゃんのあっか名橋で、かほちゃんがね、いや配信増えてるのはいいことだけどね、もちろん。いやそうなんだけど、かほちゃんがね、あのあっかんべそれでも好きだよ、あっ、あじゃあっかんべえばし、それでも好きだよ、君と僕の関係やってたんですけど、かほちゃんが、いつもあっかんべえばしって言ってたんですよ、MC で。あっかんべえばし聞いていただきましたが、いかがでしたかって。あれが大好きで、私。あっかんべえばしって。めっちゃ黙ってるのが本当に可愛くて、めっちゃ好きだった。あっかんべえばし、あっかんべえばし、あっかんべえばし、よ再び戻ってこい、あっかんべえばし。マジでかほちゃんかわいい。うどん食べます。毎回あ、手もでもの涙も、手もでもの涙って言ってたもん、手もでも、手もでもの涙言ってた言ってた、懐かしいんだけど何しようとしたっけ。あ、天かす、天かす、天かす、あ、そう、しまったの、みんなに天かす、天かす言われるか。うどんスープラスト1個、やばい、天かす床にしまってた、冷蔵庫に入れました、ちゃんと。ごまごま、今日はスペシャルうどんにします。具を入れてみます。こんなの買っちゃった、ちょっと試しに。すごくない？卵ないんだよな、もう。まあ公演頑張ったし、豪華豪華。ネギはないんだよ。
ネギはちょっとね。ここには天かすとうどんスープとごまを入れました。水を入れときます。水ってかお湯。床に収納してたの。なんで床に置いてたっていうの。床に収納してたの。そんなこともわからないんですか。寒い寒い。威嚇されたい。よし、これで明日高松田まで CD 買いに行くか迷ってます。行きなよ行きなよ、行って行っといたら間違いないよ。どこに住んでるのかは知りませんけども、肉あ、携帯についた。え、これ温めるの。そのままって書いてる。びっくりした。やめてよ。やめてよ。焦るじゃん。そのままだって。びっくりした。ほんとすぐ焦らすから。よし、じゃあお疲れ。肉うどんです。まさかの家で肉うどんができる日が来るとは。豪華だよ。
ル僕らんばさらさささありがとう。いただきます。この牛肉の素で味が結構濃くなって美味しそう。えい混ぜよ。なんか家でこんな具が入ってるうどん食べるなんて夢みたい。紅生姜、うどんに紅生姜入れるの？あるよ紅生姜。入れた方がいい？肉冷たくないね。羨ましい。何が？バリバリ手抜き料理よ。メラボありがとう。バシの隙間めっちゃ埋まったよ。ほら、こんだけあった。めっちゃ隙間埋まった。歯動いてるわと思う。だし、魚に会えばもう、こっちやだ、あれだけど、ここの刃もう揃ってるよね。ほら、ほら。カカカト入れてたじゃん前にねって。形はそのままだけどもうこっちはまだあるけどこっちはもうない。出っ張りがすげえ人体。今月末に下の歯もつけに行く。また痛いんだろうな。なんか目元とかはさ、割とメイクでさ、まあある程度はなんとかなるけど、でどうしようもないもん。これは愛媛と岡山くっつくわ。愛媛と岡山くっつってやばくない？くっつくだとしたら愛媛と広島か愛媛と香川でしょ。下の歯は抜かないよ。ミラボありがとう。うどんに七味入れるね。入れる入れる。うまっ。
あのね、なんか最近あったかくなった体がこたつきろ。最近ね、今日のおやつはこれです。ジャイアントコーン。しかも黄色があった1個だけ、最後の1個。あ、聞いてほしいことは、あのね、私さ、夜中とかに朝の4時とかまでなんか起きてる時が多くて寝れなくて、なんか布団にはね入るんだけど、2時過ぎになんか携帯触るのやめたりしてもなんか寝れないんですよ。でもや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 しながら気づいたらなんか4時とかになってるの。そしたらさ、なんかあ、お腹空いたなって思うんですよ。ほんで夜中に納豆ご飯とか食べちゃうんですよ。やばいじゃん。見て、ちゃんと朝ご飯も食べるの。てか朝ご飯なんだけど、それってもはや。でショールームでも夜にこんなもの食べるじゃん。でさ、私さ、でも自分でさ体重計持ってないから太ったとか分かんないのね。だけどさ、やっぱアイドルだし、だから太って痛くないんですよ、自分の美学的に。でも他人の体型はどうでもいいんですけど、自分のが太るのは許せなくて。そうだけど大好きなのね、甘いものとか。だから今日葵ちゃんに頼んだの。葵ちゃん、私がちょっとでも太ったなと思ったら言ってって。もう絶対それで怒ったり機嫌悪くったり絶対しないから、絶対に言ってって言ったの。そら分かった、任せてみたいな感じだったから、もうおいたわに言われるまでは食べ続けます。ファンの人はね、あのね、優しいから多分私ちょっと太ったと思うんだよねって、もうそんなことないよっていうか、もともとが細いんだよみたいな言ってくれるじゃん。そうじゃないんですよ、ちゃんと厳しいみたいな言ってくれた方がいいから。でも言うて、ファンの人に太ってねって言われたら、太ってとか言わないでくださいって私絶対言っちゃうから、メンバーに言われるのが一番いいの。だから葵ちゃんに頼んだんで、葵ちゃんに太ったって言われるまでは食べ続けます。ご心配なく。痩せすぎてた、本当？痩せたねとは言っていいよ、だからみんな。葵ちゃん、福ちゃんに甘くない、甘くない、甘くない、葵ちゃん、福ちゃんに甘くないよ。それがいいとこなんだから、めちゃくちゃ甘くないよ。ファンの人に言えたら、いや、いやだよ、直接言わないで。それ福田が太ったなと思ったら、あのおたともに LINE で福ちゃん太ったね、わらわらって言って、そうして陰で言われる方がいい。陰で言って、葵ちゃんを専属トレーナーにし、ちなみに今は私的には標準です。今自分の普通。影でいいの？でいいよ。ただでも陰口言う人は友達減るだろうから、それはまあ自己責任。ホットアイマスクめっちゃ使ってる。ホットアイマスク、柚子の香りが好きで、私カバンに入れてるものがあって、絶対出かけるときに、出かけるっつってもなんかライブとか遠征とかの時に、そのホットアイマスクと、あと化粧水を含ませてるなんかパッド、顔を拭き取るやつと、でネックピローは絶対持ってってるんです。結構いいよね。毎日学べる、全身送って、やだやだ、あの撮れない、一人で全身写真。お話し会の時のとか送るけどね。早くお話し会始まんないかな、ハロウィンの前の日か。あ、でも言うて2週間後、あ、てか再販始まってるよ。
楽しみ、お話し会期待してて、あのめちゃくちゃ楽しみにしてる私がいるから覚悟しててください。運動したらいいの、寝れない時は、うん、ホットアイマスクしても寝れない時はもう地獄。ホットアイマスクって20分ぐらいはあったかいんですけど、なんかあったかいなと思って、あ気持ちいいと思ってて、あれあったかくなくなってきた、あれ普通の髪になった、えまた20分寝れなかったってことがたまにあるんですよ。確かに湯たんぽ使おうかな今後。めっちゃ美味しい。リアル当たりたい。パローリアル。でもこういう公演があった日は割と寝れるのかも。なんかね、仕事がその公演とかみたいな一日中体使うやつだったらまあ寝れるんだけど、その何撮影とかだったらなんか悶々としちゃうんだよね。多分体力的に不完全燃焼、多分カロリー取りすぎだけどそれが消費できてないのかもしれない。ロケの日はすぐ寝ちゃう。まっ。なる、言いながら食べたら本当にもっと美味しくなる。日本語めっちゃ何ダメですけど、お話し会一部に何枚ができるんですか。どれぐらいだろう。でも一回に一枚でだと、もうこんにちは、あこんにちは、なんとかかん、この前のライブの時こんなコーナーでした、ありがとうございます、また来てください、あじゃあねバイバイで終わる。3、4枚あったら結構満足にいけるかもしれない。一部で1回に。まあでも個人差があるからな、こればっかりは何回かやって試すしかない。1枚で会話1往復、まあそれぐらいか、確かに。どうなんだろう。初見です、ありがとうございます。こんばんは。チョコ食べた先に、
お話し会の攻略法は未だに私も分かりません。福田さん早口なんで怖いですだって。違うんよ、私なんで早口なんかっていうと、まあ親が早口だからっていうのもあるんだけど、その限られた時間でいかにいっぱいこう喋んなきゃってなんか思っちゃったら早口になっちゃうんだよね。今ただでさ早口だけど、なんかお話し会とかめっちゃ早口だよ多分。めちゃくちゃ喋んなきゃってなっちゃって、なんかもう限られた時間にいかに言葉を詰め込むかみたいなとこあるから、めっちゃ喋るかもしれない。だから早口怖いと思われてるのか。怖くないよ、めちゃくちゃ優しいよね、みんなお話し会来てくれた人は分かると思うけど、怖いわけはない。そうよ、バファリンと一緒、半分が優しさ、あとの半分はうどん。いい感じにトルネードされてきた。どうしよう、この後ミケちゃん、ベアありがとう。食べるのもったいない。だってこれだけで100円が飛んでくんだよ、高級食材。納豆だったら3パック入りが80円ぐらいなのに。まあこれがでも嗜好品、娯楽っていうやつよ。ハーゲンダッツだったらもう納豆10個分ぐらいだよね。でもさ、嗜好品ってそういうもんだよね。ライブとかもアイドル活動の応援もそうじゃん。なんか例えばさ、よくあるあるの話でさ、ステージの中にアンジェリーナ・ジョリーみたいにセクシーだった。それは嘘でしょ。え？おもろ。ありがとう。セクシーだった。嬉しい。大人の魅力出てきたかな。
私よくある話でさ、なんかなんだっけ、タバコ吸ってる人に対してさ、あなたはタバコ一箱、一日何箱吸いますかって、何箱ですって、何年吸ってますかって、何十年吸ってますって、あ、今あなたがそのタバコを吸わなかったら、あそこにあるベンツが買えたんですよみたいな、いう話あるじゃないですか、たまに聞くやつ。でもそういうことじゃないじゃん。なんか別にそれベンツがどうのこうのじゃなくて、その日々の嗜好品、日々のそういうちょっとしたなんか息抜きとか幸せとかの蓄積なわけであって、なんかその人にどうこう寄れるもんではないし、その生きていくのに必須な衣食住と、その車とか電車とか交通費とかっていうとは別じゃですよね。なんかそのベンツはもう私のものです、かっこいいやつ。そういうもんですよね。だから私はアイスを食べる。だってストレスで死んだら嫌だもん。タバコ吸わないけどベンツ乗ってないよ。いいのいいの、車が全てじゃないから。だって私は別に名古屋までの片道1万何円だろうな、5000円、1万3000円、分からないけど、で新幹線だとして、その往復を一つのコンサートのために使ったけど、最近のオタ活で言う、最近っていうか自分の中で大きなお金のオタ活で言うと全然後悔しないよ。それで例えばなんだろうな、欲しいカバン買えたかもしれないけど、全然悔いはない。むしろ行ってよかったって思ってるから。いいのいいの。だって1曲目が兆しから始まったんだもん。1曲目っていうか、踊りの1曲目ね。まあ、1曲目は千里さんのソロだったけど。てか、アイス食べるの遅くない？私。アイス食べるの遅。こたつ消してる。本当に美味しいこれ。
マスカル追加する？ぜひぜひ。どうぞも。再販いつからお話か、明日？もうやってる？今日からか。バランスボールだ。着たら微妙に暑くて脱ぐと寒い。羽織るぐらいにしとこう。申し込みました、ありがとうございます。怖いけど怖がらんで、なんで私のこと怖がるんですか。怖がらないで、怖がらないで、マジで本当にこんなに優しい人いないよ。あ、もう11時か。福ちゃんには何でも相談できるよ。そうでしょう、そうでしょう。話し会取るだけです、僕は。取って取って、え、本当に来たらいいのに、来たらいいのにってマジで思う。本当に来たらいいのにって思います。てか一回全人類、いや全人類は厳しいか、全日本人一回お話し会来たらいいのにと思う。私のじゃなくても、なんかどっかしらのオンラインだからってさ、オンラインかって思ってる人って結構多いと思うんだけど、ささささ、オンラインでも結構楽しいのにな。一回お試しで全人類に一回無料でやってみたらいいのに。そしたら絶対、あ、オンライン結構捨てたもんじゃないなってなると思う。カリンゴ、しかも最近は貸し会議室、貸しレンタルスペース、レンタルスペースっていうか、なんていうの、オンラインウェブ面接用の部屋みたいな、レンタルスペース、レンタル部屋みたいなとこもさ多くなってるからさ、結構いい、いい、やりやすいと思うけど、可愛くて安くて喋りやすくて、すごくアイドルだと思いました。経済的な理由で1枚しか買えない子がいたら、お話し会、ツーショット、サイン、どれをおすすめしますか。
ツーショットかな。なんでならツーショットでもお話は短いけどできるから。けどツーショット初めてだったら緊張するかもね。自分の顔もなんかわかん難しいし、サイン会は一番記念にはなるけど、その双方の会話ではないからっていうのはあるね。まあ、お話し会は秒数的にもサイン会よりあるし話せるけど、でも綺麗になるものが欲しいんだったらツーショットかなって感じ。難しい。オンライン向きなんだよね。オンライン向きな人いるよね。そうだからどれでもいいとは思うけど、サイン会は多分そのなんだろうな、コミュニケーション目的っていうよりはそのなんかその日限定の生写真とそれにサインが書いてあるのとっていうのが多分大事だから、うん、難しいな。どこに重きを置くかだよね。伝えないことがあるならお話し会がいいし、記念一応なんか応援してますとか言いたくて、かつ記念も証拠も欲しい、参加しただったらツーショットだけど、でもツーショットは結構難しいっていうかレベルが高い気がする。オンライン話し会、うーん、オンライン話し会結構いいけどね。なんか時間もそんな早っみたいな感じでもないし、それ現場で会えたら一番いいけど。でもね、なんかね、そのコロナ禍だからこそ見えてきた、まあコロナ禍は嫌だけど 99.9% もう早く終わってほしいし、もうコロナめと思ってるけど、なんかやっぱその中でもさ、前向きな ところを見つけなきゃいけないじゃないですか。そういう面で考えた時に、なんか私的にはなんか自分が結構バンドとか見に行くの好きな割に、でもああいうの、あのモッシュアンドダイブみたいなのは怖いんですよ。なんていうの、その頭の上を人が通り抜けていったりするのも結構苦手だし、自分もダイバーじゃないし、だし、あとなんかみんなで、まあサークル作るのはまだいいけど、モッシュは本当に嫌なんですよ。なんかその周りに大きな人とかいたりとか、それ怖いんですよ。サークルはまだ自分だけの問題だからいいし、いや、あれだったら横で避けとけばいいんだけど、そのモッシュダイブが自分的には怖いんですよ、ちょっと。だけどそういうのをする現場に私はあんま行かないけど、行かなかったけど、コロナ前もコロナ中も行かないけど、なんかでもなんか音楽が好きだからライブを見てみたいなっていう気持ちはあるじゃないですか。そういう時に今コロナ禍で場所が決められてるの、自分たちのライブ行ったとして、ライブハウスにこのシールの上に行ってくださいねみたいな、いてくださいねみたいなのが決まってるので、声も出しちゃダメで、動いちゃダメ、動くてもジャンプぐらいはいいけど、その左右移動とかモッシュとかはもう絶対ダメみたいななのがある、そういう時期じゃん今。だから逆に今すごい行きやすくて、だから とはいえ別にそういう現場に行ってるわけじゃないけど、すごい行きやすいなって思うし、なんだろうな、このあいあいみたいなのを今言わなきゃいけない、コールとかも覚えてないとちょっと肩身が狭いなみたいな現場も多分あると思うんだけど、アイドルに限らず。だけどそういうコールとかも分かんなくてもいいし、てか分かってても言えないから、声出し禁止だから。だからなんだろうな、
割とみんながフラットななんかスタートラインで見れるなって思うの、今のライブって。だから逆にそういう行ったことない現場に行くには最適な時期なのかなとは思うですよね。なんかこの最近思ってること、あとなんか荷物とかをなんだろうな、椅子がある現場だったらそのちっちゃめの荷物とかだったら別にロッカー入れなくても置けるし、なんだろうな、自分のパーソナルスペースがあるっていうのがでかいかもしれないし、安全いや私はさなんかそんな頭の上飛び越えたりするタイプの人じゃないけど、そういうことが行われるアーティストさんのライブにも行ってみたいなっていう気持ちはあるから、行ってたけどでもなんか怖いから、怖いし普通に怪我するし、多分怪我したことはないけど、でもなんかめっちゃ悲しくなるんですよ。誰かの靴が顔にガンって当たって、でもそれでも笑顔で、笑顔っていうかそれでもなんかうわーってやっとかなきゃいけない感じが、私的には多分根が陰キャだから無理なんですよ。だから今すごい助かってるなのでそういうのがあるから、アイドルのライブもコールとかがしなきゃいけないのかなと思うじゃないですか。だからだけど今はそういうのが禁止だし、しなくてもいいし、みんな座って見てるしかないから逆にライブに来やすいんですよ。だからぜひ皆さん STのライブ来てください。まあ、STの現場はコロナ禍前も別に治安良かった、治安いいっていうかその決まり事みたいなないから、この曲のここでこうしなきゃいけないみたいなあんまないから、ないから来やすいと思うけど、でもその現場じゃ行ったことない人はあんまり、アイドルに限らず今すごく行きやすいと思う。うん、48の現場はねすごい優しいから行きやすいよ、管理されてるしね。そうで初めて様子見ぐらいで行って、その1回目はねもうただいるだけ様子見、ちょっとアイドルも見るけどちょっと周りも見つつ、あお客さんってこういう感じなんだと思って見て、次来るときはもうこの現場知ってますけどみたいな顔で行けばいいのよだからすごい今ね現場デビューにはうってつけの時期だと思う。コロナ禍でいいことないけど、そのコロナ禍でいいとこを見つけるとしたら私はそこかな。私一人で行く方がいいじゃん今って。あんまそのさ待ち時間とかもさ大きな声で喋ったりペチャ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 喋るのもあんま良くないっていう時期だし、なんかね大人数で行ってさなんか飲みに行こうぜみたいなのもあんまり良くない時期だから、だからね一人で行ってる人の方が多分多いから、一人で行くの行っても全然浮かないし、そう今ねライブに行くのはねおすすめの時期だよ。だから四国においで四国なんて STU の中でもめちゃくちゃ多分すごいいい現場でしかないと思うだって私四国でライブやってた時死ぬほどやってたの。四国ってライブ数がすごい多くて、昔めっちゃ四国でやってたんだけど、勝手に四国観光大使で自分の推しじゃない人でも大体そのマイキューのファンとかマヒチャのファンだなとか、アオイちゃんのファンだなとか、なんかカホのファンだなとか、なんだろうな、クーカのファンだなとか大体わかるし、今普通に劇場16人公演行っても四国によく来てたなって人めっちゃわかるもん。あこの人四国のファンの人だって思う。それぐらいねアットホームな現場なんですよ。だから
すごい STU のライブってめちゃくちゃいい人多くて来やすいからおすすめだよ。私分かんないことあったらね、人に聞いたらね、何でも教えてくれる。みんなね、教えたがってるから、新規の人に、うん、だからリアルお話し会とかあると思うけど、今度お話し会撮ってる人の抽選でリアルお話し会の時とかも、なんかやり方分かんなかったら、だからファン的長そうな人が分かるじゃん、なんかそういう人にこれどうなんですかねって聞いたら、もうめちゃくちゃ多分めっちゃ嬉しそうに教えてくれるから、みんなね新規の人に教えたがってるから、ファンの人だから、福田レーンの後ろの方に行って、福田ちゃんのレーンここですかねって一言聞いたら、もう周りからもう、あーこっちですよって教えてくれるから、多分大丈夫。私それでやって1回やって2回目からはもう我が物顔でいけるじゃん。だからすごいね、 STU のファンの人はね、みんなねいい人ばっかだし、治安いいから、ぜひ現場で在宅派の人もね、現場来てください。ぜひ、まあ無理に来いとは言わないけどね、コロナ禍だし。福ちゃん例の人に喋りかけたいと思ってる。喋りかけな、喋りかけろ、喋りかけろ。話し会のやり方教えてほしい私も教えてほしいけどな。他のグループ教えてくれるの？いや、他のグループは知らない。他のグループは見たことないから分かんないけど、客席通過でもみんながモチベ保てるならそれでいい。いや、もう保てる保てる保てる、みんながニコニコ見ててくれるだけで保てるよ。あとあれ、誰に喋りかけていいか分かんなかったら私に聞いたらいいよ。その3枚ぐらい券があったとしたら、とりあえず1枚来て、ねえ福ちゃん、あのファンの友達作りたいんだけど誰に喋りかけたらいいかなって、ああそこにいるね、あの帽子かぶってる、あの黄色い T シャツ着てる人、あの人に聞かせて喋りかけたらいいよって教えられる気がする分かんないけどね、その時よくいい感じにいたら、だいたい1人つながったらそこから友達の輪ができるはず。別におさとも無理して作んなくていいと思うけどね、メリットデメリットはあると思う。でも楽しいとは思う。まあアイドル推し活動は自由に好きなように楽しんでください。それは頭から直接生えてるの？え？あ、これ？あ、え、これ？あ、ずっと見えてた？もしかして今日え？何の話だろう？ちょっと分かんないですけど、生えてるとか分かんないですけど、あれ？ちょっと分かんないですけど、公演の時から生えてた？嘘、全然気づかなかった。アハ体験かな徐々に徐々にみたいなやつ、アハ体験かな、アハ体験かもしれません。ちょっと分かんない、よく分かんないですけど、何の話してるのか、何にそんな動揺されてるのかよく分かんないですけど、ちょっとわかんないですね。くちゃかわいい。だよね、くちゃんかわいい、それだけだよね、ただただそれがすべてってことか。スクショがはかどる。
スクショしてんの？ダメだよ、半目の写真とか載せちゃったら。半目とか喋ってる途中のこういう顔とか食べてる時の顔とか載せちゃダメだよ。自分のカメラホルダーの中で収めといて。猫耳欲しいなって。生えてないんだ。そういう人もいるんだね。いろんな人がいる。ドングリスがなくなったよ。確かに確かに。クリスさんも頑張って走り抜けてくれたからね。もう寒くなったからじゃない？さすがに。猿は一生いるよ多分。写真パネル決済忘れてさっき済ませた。え、今日まで？ありゃ。それは忘れるよ。お化けはいらん。また出るよ、かわいいね、きっと。高平ありがとう。ありがとう。リンゴ。
ななみさんが、あのまひちゃんとラジオやってる人アナウンサーさんが、まひな焼き芋って十人十色じゃん、うん、まひなが分かるようになってきたおもろい、まひなが分かるようになってきた、すごいな、ななみさん。私まひなが分かんない時あるもん、たまに。すごい、やっぱ一緒にラジオやってるとまひなが分かるようになるんだ、さすがですね、アナウンサーさんともなるとさすがですわ。すごい、感性がね、すだちでキュン。やばい、めっちゃ頭の中今ファンキーモンキーベイビーズ、やばいやばい。それでも信じてる、僕らは信じてる。なんかたまにめっちゃファンモン聞きたくなるときない？ないか？ある？あって？なんか片付けとか掃除とかしてるとき、ファンキーモンキーベイビーズをランダム再生にすると、なんか、あ、本当にいい曲ばかりってなる。もうしかもさ、もう大体さ、なんか、わ、なんか聞いたことあるみたいな曲だから、なんかいつも感動するんだよね。懐かしいエモさと、懐かしさと歌詞のなんか励ましっぷりと、あの MV が浮かんできて、なんか、あー、なんかカラオケ行きてーってなるカラオケ行きたいな。さ、ファンも歌うね。クラブをね、歌が、私ファンモンだとなんか別に嫌いな人いないじゃないですか、みんななんか、あ、ファンモンのこの曲好きみたいなのあるから、さ、そう、なんか外れがないって感じ。カラオケは、てかさ、今さ、テザリングしてるの？ちょっとテザリングでしたらカラオケ訪れしないか試していい？なんかさ、訪れしてたじゃん、カラオケずっと私。入りやっても。だからさ、ちょテザリング今してるからさ、携帯。ちょ、試すわ。全然歌えるノートじゃないけど、今。マイクに歯をぶつけないようにね。最近の悩みは、なんかこうマイクをこうやって持ってて、でここに口紅がつくんですよ、ここに公演の時とか口紅塗ってる、歌う、でも私マイク食べるぐらい近づけて歌うから、マイクに口紅つく、で何かこの辺にマイクが持っていかれる、顎が真っ赤になる、リップが転写されて、リップ、ここにつくリップみたいな、
最近それが悩み。なんか赤い赤い、しかもそれ自分で気づかないと。テザリング様々だね、これは。にゃーにゃーにゃー、テンションが上がってきた。いや、もともと上がってるもののさらに上がってきた。よきよき。次何にしようかな。うわー、嬉しい。どうすんだ、再選曲これか。今の
1位はファンサだって。ファンサって何の曲だろう。ファンサだって。あれ歌いたいな。あ、あるじゃん。ちょっと今日公演でやったけど、すごい毎回ねこれを聴くたびにいい曲だなと思う。この曲公演で一番好きかもしれない。もうダメ。いつかの願いは土の中で眠って、約束の地獄に希望の芽が出るんだ。二人が出会った頃、夢などまだ種だった。どれくらい時が過ぎ、花は咲くのだろう。この波の君に捧ぐ、もっと君が輝くなら、ずっと見守ってた沈黙の空から、今僕は雨になろう。小さな幸せ、見上げていた太陽、期待に膨らむあの未来がつぼみさ。心が乾いた時、誰かの愛を求めた。悲しみの風が吹き、花が枯れる日まで、この涙を君に捧ぐ。たとえ君が気づかなくても、少し温かくてなんとなく懐かしい、そう僕は雨になろう。流れ落ちた熱いもの、あの空へと昇って浮かんでみる。愛に変われ、この涙を君に捧ぐ。もっと君が輝くなら、ずっと見守ってた沈黙の空から、今僕は雨になろう。ああ、君に捧ぐ。こんな僕にできることは、君の虚しさを少しでも癒すこと。さあ僕は雨になろう。この曲を公演のアンコールの前の最後の曲なんですけど、公演の後半ブロックが全部暗い曲 で最後もこの曲で終わるから、すごいなんかいつもしんみりした気分で歌ってます。以上、この涙を君に注ぐでした。注ぐでした。この曲、なんか僕公演の中でチューしようぜと手をつなぎながらと、この曲が好きです。この涙を君に捧ぐ。いい曲だと思います。とっても
なんか、おじさびで、あー、君に捧ぐ、こんな僕にできることは、君の虚しさを少しでも癒すこと、さあ、僕は雨になろう。ここが一番、なんか、気持ちが入る。なんかもう、みんなのこと絶対に幸せにしようって思いながら歌ってます、いつも。いい曲ですよね。ちょっと次はアゲアゲ系で。え、ずれてる音、うっそ。よろしく5678してこの胸の扉をそっとなくして 1,2,3,4 よろしく5678私を初めてのパスをめっちゃ久々みんな歌うねこれ久しぶりだ前はさしいものは待ってちゃダメだよみんなは言うけれどそんな簡単に言い出せないわ飲み込んだ I love you 送るってのは勇気いるけどタイミングを逃すとオナトエみたいに入れなくなるよほんとイエイ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 クリスマス、バレンタインデー、誕生日これが恋の三大企画だろ神様どこにいるの1,2,3,4 お願い Y-C-C-A 私に運命を信じる力ください今すぐ愛しさのパワーめっちゃ噛んだ軽い感じで自然な感じで話しかけようかな友達から始めればいいマジうざいし少しずつ I love you よく注意しないとさ恋に恋してることがあるんだって恋してる自分が好きみたいな聞いた聞いた Yeah 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 恋をするとね朝早起きになるんだって理由知らないどうして出会ったのだろう Tell me one, two, three, four よろしく Five, six, seven愛してこの胸の扉をそっとなくして1,2,3,4 よろしく5,6,7,8 私を初めてのパスワー恋ってさしようと思うとできなくて今はいいやって言うと現れるんだって1,2,3,4 よろしく5,6,7
私を初めてのパスワード Tell me one, two, three, four ノリノリ5, 6, 7, 8明るくときめきの緑そうと合わせて One, two, three, four ノリノリ5, 6, 7, 8リズムで告白のタイミング。楽しい。セリフがある曲、セリフっていうかもう何なんだ、セリフの域を超えてるセリフ。だよね、この曲は。次 NMB にしよう。あ、これにしよう。風が吹いて砂ぼこり舞い上がる春の午後校庭の片隅スカートの裾君は翻し走ってくるから僕は照れくさい校舎の窓で悪友たちが恋の行方冷やかしている邪魔をするなよ青いホースで水をまこうか遠きすぎる行動を確かに僕は君が好きだ空に向かってくるくる回りミストのように日差しの中にきらめく僕の大切なものがほら君にかかる虹になる Hey! 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 Woohoo!人は誰もその胸の交換には細かすぎる感情が積もるよふとした時ふんわり舞い上がり何気ないことが切なくなるんだ誰もが見てるど真ん中で君と二人立ってることが僕の青春さあふざけながら水をまこうかみんなみんな見てくれそうだよ僕は君が好きだ先を絞って振り回したら雫に濡れて僕らは叫びたくなるそんなたわいないことがかけがえのない虹になる僕が最後に見た虹はいつだったか覚えていない君はどうだろう青いホースで水をまこうか遠
ピすぎる行動を。確かに僕は君が好きだ。空に向かってくるくる回り、ミストのように日差しの中できらめく僕の大切なものが、ほら君にかかる虹になる。あまりにもいいね。あまりにもいい、いい、酔いすぎる。あまりにも酔いすぎるわ。次、まゆゆにしよう。渡辺まゆ。眉のために入ってないのか。まあいつものジェリービーズにしときますか。意外とシングルときめきじゃなくてジェリービーズ大好きだよね私。土曜日の遊園地で最初に乗ったのは、子供の頃に好きだったコーヒーカップ。初めてのデートだから向き合うと恥ずかしくて、横に座ってハンドルぐるぐる回した。タイプじゃないとずっと言っていたのに、二人はいつの間にかお似合いのカップルみたいだね。ジェリービーンズ口の中入れた時、不意に顔が近づいて唇盗まれた。12秒くらいはそのまま動けなくて、これがキスかこれが恋か、薄め上げて見ていた。大人誕生名物のジェットコースター、黄色い悲鳴が落ちる。さっき以上ドキドキはしたくないよ。夕暮れの浜辺とかでファーストキスしたかったのに、親子連れがこっちを見てる炎天下、それでもきっと逆に想像しいから、緊張することもなくいつもの私でいられたんだね。ジェリービーンズぐにゃぐにゃの感触が、言葉にはできないほど甘くて切なくて、生温かかったよ。柔らかなその秘密、これは夢かこれは愛か、青い空が眩しい。大人誕生、大ジェリービーンズ口の中入れた時、不意に顔が近づいて唇盗まれた。12秒くらいはそのまま動けなくて、これがキスかこれが恋か、薄目開けて見ていた。大人誕生、
い気持ちになったなぜか。じゃあ最後は STU の曲で締めますか。誰にしよう。独り言ペダル無謀、誰好き大好き、瀬戸越え、暗闇片思い、風を待つ重恋、思い出してから。ちょっと初めての暗闇やってみる。暗闇の早口を一人で歌い切れるか。最後だけど太陽は水平線の彼方を目指して、アロエが効いただらかする夕暮れに、何かをやり残しているような悔いはないのか。僕はまだ帰りたくない。やりたいことやりたくないことやらされながら、理想と現実がごっちゃになっている日々。あの空とこの海がほら分かれているように、交わらないものがあるってことをさ。都会で暮らす友はまのしか見ていないらしい。やるせない孤独の時、泣き言誰に言えばいい。夜洋服を詩人にするな、綺麗事では終わりたくない。生きることに傷つき、うろたえて無様でいたい。次の朝がやってくるまでに、今持ってるものを捨てよう。丸裸になって気づくだろう、暗闇のその中で。目を凝らして見れば何かが見えてくる。この後なんだよね、難しいの。星の下りが難しいんだよ。星たちは自分が輝いているその位置と、宇宙の果てで誰かに見られてる自意識。どこかで消えていった光を知っているのか。僕は始まってもいない。欲しいものいらないものを見境つかなくて、手を伸ばしてしまう若さはいつも強欲だ。大人とはその分別があることというなら、永遠に大人になんかなるものか。ふるさと捨てて僕は絶対暮らせないだろう。水平線見えなければ今いる場所がわからない。夜洋服に歌わせるなよ、想像だけの愛の世界は。都合のいい思いやりばかりで説得力がない。どうせならばもっと生々しく、お互いの正体を明かそう。取り繕っていても虚しいよ、暗闇のその中で聞こえてくるのは希望の足音か。いけたな、意外と。本人でした。防波堤の上に立って僕は叫んだ。波の音よりも大きく自分へと届くように。夜よ僕を詩人にするな、綺麗事では終わりたくない。生きることに傷つき、うろたえて無様でいたい。次の朝がやってくるまでに、今持ってるものを捨てよう。丸裸になって気づくだろう、暗闇のその中で。目を凝らしてみれば何かが見えてくる。もう初めてカラオケ配信で暗闇歌ったな。
というわけでランキングを見たいと思います。うーたー、今日の猫耳の調子を下げでしょ、猫耳猫耳つけてたっけ。かなぶん、ありがとう。監督ちゃんと好き、嬉しい、ちゃんと好きでありがとう。青太郎、明かりが可愛すぎて毎日つらいいい辛さですねいい辛さ。アールアップ、今日久々に無謀 MV 見たら探しづらいやっぱ下手れたね。思ったより予定の片付けできなかったけどカラオケ楽しかった。これからパリッと食べて娘の運動会行ってきます。おー、楽しんで、いいいい気温じゃん、運動会だったら。テリピー、ありがとう。近いし、ありがとう。かんちゃん、2021高松 2days は楽しみすぎる、全部当たってほしい。私ももう楽しみすぎる。サンタクロース大好き、あー嬉しい、ありがとうサンタクロース。ブーちゃん、ふくねこかわいすぎて寝なくても仕事行けそう、いや寝てふくちゃん早寝でおやすみ、早く寝るように頑張ります。グレンパサラン、ありがとう。チロ、今日も疲れた、おやすみ。お疲れ、よく頑張った、月曜日偉い。タカヒロ、ありがとう、嬉しい。そしてタカヒロ、なんかじゃない、タカヒロあのカラオケ中のギフトももうずっと投げてくれてた、本当にありがとう。タカヒロ1位おめでとう。マイクで言うとちょっとあれだね、いつもと違ってなんかライブの MC みたいですけど、はい、じゃあいきます。私が福田はって言ったら瀬戸内って言ってください。おにまさと、福田は瀬戸内、サンドの飯はうどんで決まり。香川県出身の福ちゃんこと福田あかりでした。皆さん今日も見てくれてありがとうございました。メールも受け取ってくれてありがとう。ツイッターも見てくれた人ありがとう。公演も楽しかったです。あとなんだろう、月曜日乗り越えた、褒め褒めですね。お互いよく頑張りました。明日も一緒に頑張りましょう。これからもよろしくお願いします。福田あかりちゃん、しきしき大しきマンでよろしくお願いしますお疲れ、おやすみ、ミゼミです。またね、明日もいい一日になりますように。ありがとうございました。バイバーイ、またね、バイバーイ、ありがとう。